は？なんじゃこりゃ！興味深いな。江戸も後期、慶応の頃に似ているが、元禄の華やかさにコラージュされて見える。ああ、なるほど。扉をくぐったら昔の日本に来ちゃったってわけね。って意味わかんないし。どうなってんの？ここが君たちの言う現実ってわけじゃなさそうだね。ああ、その証拠に我が輩たちの姿も変わってね。って、エル。なぜって言われると、私が聞きたいくらいなんだけど、見送りがてら君たちの世界をちょっと覗いてみようかなって思ったら、扉から出た光に包まれて気がついたらここにいたってわけ。戻ろうにもくぐってきた扉はもう消えちゃったみたいだ。どうしたらいいかな。あははってお前、まあ言っても仕方ね。我が輩たちも訳がわからん。帰れるんじゃなかったのか。妙なヨーロッパ風味の世界の次はデタラメな幕末もどきの城下町。これ以上おかしなことが起きると僕の脳がショートするぞ。何？おい、あれ見ろ。それでは本日の YOSHIKI様をお伝えします。今日も京都で YOSHIKI様の愛はとどまるところを知らないご様子。この後予定されている民との触れ合いも、その愛を惜しむことなく、わきあいあいと準備を。普通に。あ、ショートした。自分でプツンっていう人初めて見た。あのわけのわからん映像もだが、こうおかしなことが続くと、我が輩らも混乱しっぱなしだな。異なる世界がつながってるみたい。こんなことパレスじゃありえないけど。ええ、そうね。まずは調べて。おやめください。なんだ。おい貴様、YOSHIKI様に逆らうってのか。ですから私は何も。嘘つくんじゃねえ。嘘じゃって話してください。こっちでなんかトラブってるぞ。女性が襲われてる。助けないと。おい、何してる。乱暴はやめろ。なんだてめえ、邪魔者を引っ込んだ。んだと。その手離さねえなら。おい、待たないか。右も左もわからない状況でトラブルはまずい。ここは僕に任せてくれ。平和的に解決してみせよう。平和的？大人の話し合いというやつだ。まあ見ているといい。やあ君たち、私は春日部藤四郎というものだ。まずは腹を割ってお互いをトラストミー。黙れ、切り捨てられてるのか。というわけだ諸君。何が？ねえ藤四郎、真面目にやろう。しかもその顔、こいつ指名手配されてる滞在員じゃねえか。何の騒ぎでやんすか。滞在人ですって。YOSHIKI様に逆らう謀反人だ。ひっ捕らえるぞ。婚約者の次は指名手配犯かよ。マジでどうなってんだ。僕が聞きたいくらいだ。残念だけど平和的にはいかなかったね。とにかく迎え撃つわよ。みんな構えて。
この状況は。この敵なら速攻で一掃できそうだ。そこだ。ジョーカーの銃撃がヒット。よし、容赦しない。私の怒りを思い知れ。さて、やるよ。ハイルの射撃がヒット。押せ押せ。この状況はいつでも来い。我らの意志を見よ。よし、決めるぞ。敵増援けど、まだ余裕だな。よいしょ。いざ受けてみろ。体勢を立て直して。さて、行くわ。やるよ。よし、容赦しない。何いくら無駄よ。カバーバッチリだな。遅いわね。ナイスカイキ。カバーバッチリだな。敵残り3体、踏ん張って。容赦しない。いつでも来い。そこだ。容赦しない。よし、決めるぞ。私が、私の怒りを思い知れ。敵全滅。クイーンさすがだ。圧勝だったわね。いつもこうだといいんだけど。いたぞ、すぐに稼いでよ。さすがに敵が多いぜ。この数、増援が来るにしても早すぎる。これじゃ切れないって。皆様、こちらです。うん、今は引くべきです。ついてきてくださいませ。お前ら逃がすんじゃねえぞ。さらに増援だ。ここは彼女に従うべきだと思うが。はぐれないようにご注意を。さあ、こちらです。着きました。ここなら安全です。はあ、なんとか参ったな。って、ここはまたルブランかよ。これはちょっと予想外だったね。あら、すでにご存知でしたの。ご存知っちゃご存知なんだけど。追いついた。急に走ると脇腹が。どうかしたのか。この店は。その驚きパートもう終わったぞ。これやっぱり私たちの認知が関係してるのかしら。それしか考えらんないよね。だとしてもなんでここにあんのか謎だけど。おい、またショートすんなよ。いや、
もちろん驚きはしているんだが、前回もそうだったんだが、この喫茶店妙に懐かしいというか、どこかで、いや、思い違いかもしれない。忘れてくれ。さあ、とにかく中にお入りください。ご案内いたします。どうぞこちらへ。中も完全にルブランだね。改めて助けていただき感謝しております。私はユキ、ここで茶屋の店主を務めております。失礼ながら、皆様はこの辺りでは見かけない顔ぶれのようですが、というか、そのいつの間にお召し物が。ああ、ひとまず我が輩たちのことを話した方が良さそうだな。ええ、そうね。私たちは、つまり皆様は遠い地からやってきた怪盗を生業にする方々で、今は故郷へ帰る方法を探していると。はい、そんなところです。まあ、僕のような一部例外もいますがね。何か？いえ、あなたの顔をどこかで見たような気がして。自分で言うのもあれですが、僕はどうやら指名手配犯らしい。街中の人相書きか何かで見かけたのでは。ああ、そうでしたね。まさか目の前に現れるとは。となれば、どこにヨシキの目があるかもわかりません。ひとまずですが、こちらを。おお、変装というやつですか。人相をごまかせるのはありがたい。おっさん、めっちゃいいと思う。めっちゃごまかせてる。どこがだ。目も鼻も口も丸見えじゃないか。いや、それどころかこれではただのコソ泥だ。そもそも変装とは。話を戻すぜ。今度はこっちが聞かせてくれ。そのヨシキってやつは何者なんだ。ヨシキはこの国を統治する、支配している将軍の名です。その振る舞いは独裁そのもの。わずかでもヨシキに逆らう素振りを見せれば、彼の目によって捕らえられてしまう。さっきも言ってたけど、目って？多分監視カメラのことじゃないかしら。逃げるとき街中で見かけたわ。その通りでございます。民を守るなどという名分を掲げていますが、実際は単なる監視。ヨシキ様のお気に召さなきゃ問答無用でお縄ちょうだいってわけか。みんな、少しいい？お呼びでございますか、ユキ様。ん？革命君じゃない。似てるけど少し違う。彼らはこの国に暮らす民、そしてヨシキの統治の被害者です。家族を連れ去られて身寄りのない者、いわれのない罪を着せられた者。ユキ殿はそんな行き場のない足をかくまってくださっているでやんす。ですが、その行いに目をつけられ、先ほどはヨシキの手の者に。なるほどな。大体事情は分かったぜ。暴虐な支配者とそれに搾取される民か。前にいた世界とかなり似ているな。マリエの時はお前の婚約者だったが、ヨシキって男に心当たりはないのか。すまないが、今のところは。あと一つ気になるんだけど、ユキさん、この世界の人々はヨシキのことをどう思っているんですか。それだけひどい扱いを受けている割に、町の様子は落ち着いているような。
それは。この音、皆様、外を。ほうほうほう、皆さん粛々とお揃いですね。よろしい。一糸乱れぬこのありようこそ、正しく美しく幸福な国民の姿。そして幸福でないなどという国民はこの国に無用、いいえ害悪なのです。皆さんハッピーしてますか？おい、なんだあのいろいろと強烈なのは。あれがヨシキ、この国を牛耳る将軍です。私に愛を込めて神戸を垂れる民、実に壮観壮観。今日も我が国は平和なようですね。はっ、それもすべてヨシキ様の愛ゆえにです。ほほほ、その通りです。そう、これこそがラーメン。ヨシキ様。なんだ貴様、ヨシキ様がお話し中であるぞ。ほほ、良いのですよ、申してみなさい。はい。その足の家族が以前名誉なことに愛の方向に選ばれたのですが、月日が経てど未だに戻ってこないのでやんす。おい、なんだその口ぶりは。ヨシキ様の行いに異議を申すか。めっそうもないでやんす。あっしはただ家族が今どうしているのかと。これはいけませんね。我が国の民は私のファミリー、すなわちあなたの家族は私の家族。そのように悲しませるわけにはいきません。ではすぐに家に帰して。そうだ、こうしましょう。あなたも我が城で愛の奉公をなさるといい。そうすれば家族仲良くいつまでも一緒にいられますよ。家族に会わせていただけるでやんすか。ねえ、もちろん。早速手配いたしましょう。感謝申し上げるでやんす。ヨシキ様、なんと慈悲深い。愛が溢れてるでやんす。いいですか、いついかなる時も私の愛があなた方を見守っています。そう、愛とはすなわち愛。この目が常に見ていることを忘れてはいけませんよ。おお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 お。なったように、あれがこの国の現状です。表向きのヨシキはあのように良き統治者として国を治めている。表向きってことはやっぱり。ええ、全てはヨシキに都合のいいような事実を語っているに過ぎません。町中のカメラは民を見守るため、民を連れ出すのも保護のため。実態は自分に逆らう危険分子を排除したいがためなのです。方向がどうとか言ってたが、あれもまさか。ご想像の通りです。連行された先は愛とは名ばかりの非道な強制労働所。一度連れて行かれれば多くは二
度と戻りません。ユキさん、あなたはどうしてそこまで知っているんですか？私が城から逃げてきた身だからです。ヨシキの非道なやり方を知ったユキ殿はあっしらを連れて逃げたのでやんす。ですが運よく連れ出せたのは数名だけ。残る民は今でも。けどよ、あいつのやってること知ってんなら全部バラして止めりゃいいんじゃねえの？いえ、それが。事実を公表しようにも民は偽りの愛とやらに惑わされ聞く耳を持たないか。その通りでございます。どんなに言葉を並べたところで目の前で見せられてもしない限りは。そんな状況で私にできるのはこうして民をかくまうことだけ。なるほどな。マリエの王国以上に厄介な状況だぜ。やたら愛連呼してたけどさ、やってることただの詐欺師じゃん。プラスで奴隷商人も追加だな。独善的に民を支配した上、強制労働とは許せないか。バレた。君はこういう不当な行いに対しては必要以上に苛烈になる節があるからな。放っておけば一人で突っ走りそうで心配なんだ。さすがにそこまでイノシシじゃないよ。私たちはさっきここに来ただけだ。状況を自分の目で見たわけじゃない。でももしユキさんの言うようにそんな非道なことが行われてるのなら、いや、目的を見失わないようにしよう。怪盗団たちの目的は元の世界に帰ること。それは変わらずだよね。だったらまずはそれに協力するのが私の役目だ。ありがとうよ。だが我が輩たちの目的とヨシキが全く関係ないとも言えないんじゃないか。どういうこと？帰れはしなかったけど、ここに来るための扉はマリエ、つまりあの王国を支配してた奴のとこにあった。今回もそれに当てはめるならヨシキのところに扉があってもおかしくないってことだね。そうね。どうせ手がかりがないなら探ってみるのがいいのかも。何よりすでに私たちもヨシキに目をつけられてる可能性がある。カメラの件もあるし、彼らと穏便にというわけにはいかなそうね。僕の和平交渉にも応じない連中だからな。今回もこうなるのか。まとめっと、ヨシキとやり合うのは俺らも上等ってことだな。みんな、うん、私も賛成。来るなら来い、ヨシキ。おい、勘違いするなよ。これは必要ならば戦うという意味で。はい、分かってるよ。だからなんだその生返事は。分かりやすいな君。あの少しよろしいですか。あなた方はヨシキとアイゼン隊と戦うつもりなのですか？アイゼン隊？ヨシキの手先で町一帯の治安維持を務める部隊です。実際は監視と暴力による支配ですが。ってことはさっき私たちが戦ったのも。ええ、アイゼン隊の一部です。町で異常を察すればすぐにあのように駆けつけます。厄介だな。下手に動けばまたあの騒ぎだ。となるとまずカメラを何とかしないと。双葉、いい方法はない？町全体を監視するならどっか一箇所でってのは考えにくい。普通だったら町のあちこちに管理する拠点を置くはずだ。そこからシステムに侵入すればネットワークごと吹っ飛ばせるかも。幕末風日本にネットワークシステムか。いや、もう突っ込むまい。ユキさん、カメラを管理していそうな場所に心当たりは？ええ、町にはアイ全体の拠点がいくつか置かれていますが。なるほど。
じゃあ最初に仕掛けるならそこかな。お待ちください。本当に愛全隊と戦うというのですか。必要ならその覚悟です。あ、ユキさんたちを巻き込むつもりは。ユキ殿、これは。そうね、見たところ皆様相当に手だれのご様子。どうかそのお力をお貸しいただけませんでしょうか。愛全隊の駐屯地にはヨシキの城と同様に強制労働所があるという噂があるのです。それが事実であれば囚われた民たちを解放してほしいのです。アッシアの家族もそこにいるかもしれないのでやんす。どうかお力を貸してほしいのでやんす。なるほどな。どうする。そう言うと思ったぜ。私も賛成。ユキさんには助けてもらった恩もあるし。同じく全員まとめて解放してやろうぜ。本当でやすか。ありがとうでやんす。私からも感謝いたします。当然こちらも協力させていただきますので。皆様手だれとはいえ愛全隊の戦力はあまりに膨大。正面から挑むのは得策ではありません。すると何か案が。ええ、少し移動することになりますが、準備ができたらお連れいたしますのでお声掛けください。アジトの外か。なら何が起こってもいいように備えておこうぜ。お疲れ様です。よろしいでしょうか。ええ、頼むぜ。ごきげんよう。つまりは、申し訳ありません。やりました。いかがでしょう。あなたがこの世界でなすべきこと。今はまだ見えずとも、その答えは必ず。合体を行うのですね。では、選びなさい。このペルソナでよろしいですか？お待ちください。
どうしますか？そうですか。ごきげんよう。それでは、また。でも、いいかい？